自律神経回路内に不正な侵入を確認。そんなの私だってわからないよ。まずったな。スキャンに引っかかったっぽい。空を管理してる検査プログラムにクラッキングが発見されたってこと。いけない。皆さん、今すぐ逃げてください。このままでは私は皆さんに危害を加えてしまうかもしれない。逃げて。早く。侵入経路判明。もう間に合わない。これより侵入者の排除を実行します。無駄です。これ以上はやめて。
自分の責任。エラー発生、タイプ Q エラー。アプリケーションによってゼロによる除算が行われました。暴走が始まる。わからなくなっていく。私は茜ヶ崎空、レミュー開発部 SE 主任代理、レミューの運行を補佐する者。私はレミューを訪れる皆様をご案内する者。私はレミューとそこに依存する人々の安全を保障する者。レミューにいる全てを守る者。レミューの全てを守護する者。私は一体誰なの？見失わないで。あなたは空よ。私たちと一緒の時間を過ごしてきた茜ヶ崎空なの。私は皆さんと。エラー発生、タイプ34エラー。予期しない命令が実行されようとしています。
分裂したってこと？致命的なエラーが発生、データ破損の恐れあり、直ちに復旧を。30秒の待機の後、エマージェンシーリセット。早く！レミがシステムを復旧するためにリセットをかけようとしています。早く！オッケー！もう少しの辛抱だからね、ソラ。リセットまであと17秒。リセットまであと7秒。松永さん！できた！リセットまであと3秒。いざ、科学忍法！
少年さん。それに田中さんと松永さんですよね。今ここにはいませんが、倉成さんと小町さんのことももちろん存じていますよ。よかった。私たちの知ってる空だよ。はい。ねえ空、これからレミの C レベルデータを調べたいんだけど、手伝ってくれる？もちろんです。微力ながらご協力。らしくないですよ、先輩。目的のためなら手段を選ばない、いつものなき先輩でいてくださいってば。私もそう思います。うん。それに少年もサンキューね。何言ってんの、マヨを説得してくれたのは少年でしょ。それに私が決断できたのも少年さんの言葉のおかげなんですよ。少年さんの一言で私は決意することができたのです。
前ってどういうこと？私まだ18歳なんだよ。その可能性はもちろん否定できません。しかし社内名簿にも経理関係の書類にもローカルエリアネットワーク上において取り交わされたあらゆるメッセージのログにも事実だとすれば、田中さんにはお父様の記憶は残っていないはず。そうではないのですか？
母さんがどうしたの？よろしいのですね。うん。ではお伝えいたします。田中さんのお母様、田中幸恵様も今から15年前にやはりお亡くなりになられています。何言ってるのよ、サラ。いい加減にしてよ。そんなバカなことあるわけないじゃない。私の方からはこれ以上申し上げることはできません。お分かりになりましたでしょうか。すでにお伝えしたように、田中陽一という方のお名前は、私の知り得る範囲内でのデータベースには全く存在しませんでした。しかし、今から15年前に交わされたと思われる、この A 氏、B 氏のチャットのログには、田中幸恵様の旦那様とおぼしき、陽一さんなる人物の名が確かに記載されております。文脈から判断するに、陽一さんは当時から遡ること19年前、すなわち今から34年前に亡くなられたものと推測されます。
これも推測の範囲内を出ませんが、おそらく何らかの理由により田中陽一さんに関する全ての記録は抹消されたものと思われます。このログの14行目と15行目を今一度ご確認ください。はい。本来ならば14行目と15行目の間には何らかの会話文が挿入されていたはずなのです。A 氏の発言からもそのことが伺えます。ところが、この B さんの発言だけは、なぜか見逃されることになった。はい。私もそう考えたので、B さんのその他の発言についても調べてみました。彼女はチャットやメールなど親しい間でやり取りするような砕けた形式の文章では、アルファベットの A、U、O をウムラウトにして記述する癖があったようです。